南アフリカ統治期のウォルビス米の地図、ウォルビス米はナミビア共和国の沿岸中部に位置する港湾都市である。エロンゴ州に属し、大西洋に面する天然の良好を抱える。バルフィスはアフリカアンス語のクジラであるため、英語風でホエール米と呼ばれることもある。ウォルビス米を含む一帯は南アフリカ共和国がナミビア独立前に自国に併合していたため、 1990年3月21日のナミビア独立後も引き続き南ア領であるとして自国領土とし飛び地として占領していた。これに対しナミビア政府が再三の返還要求を行った結果、1994年3月1日にナミビアに返還された。もともとウォルビス米があるウォルビス湾は1487年12月8日に バルトロメウディアスが公開中に発見し、王、ゴールフォーデッサンタ、マリアダ完成サオと名付けたものである。しかしポルトガルはこの地に対し、領有権を主張しなかった。その後、1840年に、イギリスが、ケープ植民地と自国との航路の中継地にするために、ウォルビスワンと周辺一帯の領有を開始し、さらに1910年には、 ドイツの進出を防ぐために成立させた南アフリカの一部として併合した。これに対しドイツは第一次世界大戦中に占領するも戦後に南西アフリカが国際連盟によって南アの委任等治療となった際にウォルビス米一帯も南西アフリカに併合された。しかし南西アフリカが南アに不法占領されていた1977年 首都ウィントフックの外交として戦略上重要なウォルビス米一帯がナミビア独立勢力に奪取されることを恐れた南アは一帯をケープ州に併合した。南アは1990年3月21日に南西アフリカがナミビアとして独立した後も引き続き自国領土であるとして実効支配を行っていた。これに対しナミビア政府が 再三の返還要求を行った結果、1994年3月1日にナミビアに返還された。要求に応じた理由は、ウォルビス米が南ア領になると周囲を囲むナミビアとの間で、税関の煩雑な手続きが必要となってしまうことや、ナミビアが独立したにもかかわらず、南アのアパルトヘイトによる経済制裁がウォルビス米だけ続くのではないかと考えた現地の、 企業や経済界がウォルビス米へのナミビア引き渡しを南アに強く要求したためであった。このように現地に味方がいないと悟った南アが引き渡しを現実に考えるようになり変換が実現したのである。ただ、1994年4月に南アの政権を奪取したアフリカ民族会議はナミビア与党の南西アフリカ人民機構と旧来から 親密な関係であったため、仮に3月に返還されなかったとしても、ウォルビス米がやがて返還されるのは時間の問題であったと言える。ありがとうございます。